ここはイリアさんのお城ですね。いつ来ても豪華でキラキラしてて素敵です。で、兄さん、他の兄さんはどこに？あれだ、あのでかいのが持ってる。痛いよ痛いよ、顔が硬いよこいつ。痛いよ痛いよ、顔が硬いよこいつ。まさかさんが兄さんに頬ずり。これはまた珍しいものを見たというか、見たくなかったというか。しかもシンジが2体いますね。でもライダー、ちょっと可愛いかも。それにしてもなんで2体いるのかしら。1体はもともとバーサーカーが持っていたの。そして1体は私のをあげたのよ、サクラ。あ、イリアさん。いらっしゃい、招かれざるお客様方。無断で城内に入るなんて、どんな御用かしら。マナーという言葉を知らないレディーたちね。ごめんなさい、突然。実はちょっとお願いがあって。ダメよ、サクラ。シンジを返せと言うのでしょ。そのお願いは聞けないの。あんなにバーサーカーが可愛がってるのに、その棚心から奪うだなんて。イリアさん、なんて優しいの。そうよね、その気持ちはよくわかるわ。私、兄さんを諦め。でも、どうしてもというのなら、力ずくで奪うのね。え、イリアさん、おいでバーサーカー。あなたの宝を狙うコソドロがいるわ。こうなれば仕方ありませんよ、サクラ。どうしてこうなるのかしら。大丈夫ですか？そういうことで。あいたたた。この人形？これはキャスターにもらったのよ。方々に配っていたみたいよ。え？キャスターさんが？じゃあ兄さんをあんな姿にしたのも。なぜ？さあ、魔女は昔から気まぐれなものばかりだもの。ところでさくら、あなたは聖杯を狙ってないの？変わってるわね。それも気になってたんです。兄さん、そろそろ聖杯について教えてもらえ。うむ、敵は竜の寺にあり。行くぞ。ちょっと兄さん、待ちなさい。よしよし、バーサーカー、今度私がおもちゃを作ってあげるわ。だから泣かないの。
つ、女の戦い。あら、さくらさんじゃない。お買い物なら今日は一緒に行けないの。ちょっとこれから夫と。いいえ、キャスターさん、今日は別の用事で来ました。これに見覚えありませんか？やあ、どうも。ああ、はいはいはい、それは確かに私がやったものだわ。あなたの兄さんだとは知らなかったわ。ごめんね、さくらさん。でもその子も悪いのよ。だって突然現れて襲ってくるんだもの。いくら聖杯が欲しいからってね。あ、それとも私の魅力に。やだもん。また聖杯。兄さん、もう正直に言ってください。まさか本気でキャスターさんの魅力に。いや、それはない。僕のストライクゾーンから外れてる。あれじゃバッターボックスにも立てない。言ってくれるじゃないの。さくらさんの兄だから元に戻してあげようと思ったけど、ちょっと許せないわ。え、元に戻せるんですか？さすがキャスターさん。まあバラバラにしたの私だしね。それは簡単よ。あ、でも数が足りないんじゃなくて、確か8つだからあと1つ。これのことか、キャスター。総一郎様。聞けば私の生徒たちが困っているようだ。キャスター、元に戻してやってくれ。その上で聖杯の決着をつければいい。ありがとうございます、クズキ先生。兄ともども感謝します。ところで、聖杯とは一体？最近冬騎士で話題になっているものだ。何でも手に入れればどんな願いも叶うと聞いている。妻もそれを求めているようだ。そしてそれを待とう。ああ、兄の方だが、彼が求めてこの寺を訪れ敗れた。結果その姿になったというわけだ。ちょうどその時構築中の術があってね、お兄さんの体で試させてもらったの。そしたら見事成功して人形化したの。なおかつ分裂もうまくいって大喜び。でも飽きちゃったのよ。捨てるのもなんだし、配り歩いてたの。それをあなたが集めてきたのね。さくらさん、お兄さん思いね。かわいいわ。何でも願いが叶う。兄さんが望むほどだから事実のようですね。そんな理由があったなんて。兄さん、どうして正直に言わないんですか？嘘は言ってないもん。全部言わなかっただけだもん。いいわ、総一郎様もああ言ってるし、お兄さんは元に戻してあげる。はい、テクマクなんとか。おお、戻った。元の素晴らしい美獣の僕に。危険だ、デンジャラすぎる俺。兄さん。でもね、さくらさん、聖杯の話は別よ。女は悲しい生き物。愛する人のためならどんなことだってする。キャスターさん、その気持ちわかります。兄さんを戻してくれたのは感謝します。が、私も聖杯が欲しくなりました。手に入れる聖杯。それでこそ桜、欲しいものは遠慮などしてはなりません。桜、行きます。
ならないよ。ところで、やりすぎちゃいました。キャスターさん、ありがとうございました。さくらはあなたの分まで会いに行きます。兄さん、どうしたんですか？さくら、ここまでよくやってくれた。お前は素晴らしい妹だよ。お疲れちゃん。シンジ、何を企んでいると？この気配は。ようやく俺の出番か、ザッシュ。あなたは。第7話、お兄様へ。空まで僕のことを祝福してるね。兄さん、これはどういうことですか？なぜあの人がここに？一体何を企んでいるんですか？だってさくら、お前も聖杯を望むんだろ？だったら僕たちは敵同士じゃない。敵は消えてもらうんだ。お前が今までやってきたよ。兄さん、それじゃ今までのことは私を騙して利用していたんですか？ひどいわ兄さん。騙したとは人聞きが悪いな。妹が兄に尽くすのは当然だろ。実際お前はよくやってくれたよ。おかげで僕の体も元通りさ。ではあの男は？あいつは保険さ。お前らが最後に邪魔になった時用にね。聖杯ももうすぐ手に入る。僕の作戦通りさ。おい、ザッシュ、俺のセーバーがいないぞ。うるさいな、ちょっと黙っててよ。今いいところなんだからさ。貴様、俺を測ったのか？なぜか今俺がセーバーに大人気だと言ったのは虚言であるか？わざわざ来てやったというに。だあ、もうそういうことは言わないって。とにかく目の前のあいつらを倒すの。後でバッチリな。な、おお、そうか。ならばよし。お前はなかなか良い雑種だな。名前は忘れたが、ま、どうでもよいな。はい、そこの二人、そんな目で見ない。僕をそんな目で見るな。ちくしょう。怒らせましたね。頑張ります。
せるならどうぞ。大丈夫ですか？嫌いじゃないですよ。これが聖杯？あら、何かしらこの紙。聖杯ゲットおめでとう。願いを唱えながら蓋を開けてね。本当に本物ですか？これは。くそ、くそ、負けた。あいつ全然役に立たなかった。元に戻っただけで満足しなさい、シンジ。ちくしょう。僕の夢が、願いが、みんなを幸せにしたかったのに。兄さんがそんな崇高な願いを。感動しました。今までの兄さんとは違うんですね。わかりました、兄さん。聖杯は差し上げます。サクラ、ライダー、いいのよ。兄さん、あなたの願いを叶えてください。さあ。マジでいいの？やった、ラッキー。ハーレム、ハーレム希望。サクラ、早くしろよ。竜とか呼ぶんだろ。キャッホー、ハーレム。に、さ、ん、シンジ、みんなの幸せはどこですか？それはあ、ばっかじゃないの。僕が幸せってことは世界人類が幸せよ。ったく、そんなこともわかんないわけ。無駄に背とか胸がでかいだけだな、お前ら。ライダー、ワカメ狩りの時間ですね。え、ちょっと、なになに？な、ギャー！先輩？はい、あーん。いいよ、自分でできるよ、さくら。ダメですよ、先輩怪我してるじゃないですか。はい、あー、いや、だってこれはさくらが。まあいいや。ところで、こんな高い店で食事なんて大丈夫なのか？大丈夫ですよ、商店街の福引きで招待券が当たったんです。そうか、すごいな、さくら。さくらは運がいいんだな。おい、さくら、ここの料理どれもうまいぞ。どうやったらこんなに深い味が出せるんだ。さすが先輩、気づきましたね。ここは最近評判の。